ヌニャチはシンバです。ついに2023年4月に新発売となるマスターグレード、ゼータガンダム、バージョン過渡期、フルメカニクス、ガンダムエアリアル、ハイグレード水星の魔女、ザ・ウォートヘビ、ギランザソルの発売日が発表になりました。さらにパッケージアートも公開となりました。早速、各アイテムの発売日とパッケージアートをご紹介したいと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ハイグレード、ザ・ウォートヘビ、発売2023年4月8日土曜日、税込み1760円。水星の魔女より、ペイル社の実戦用モビルスーツ、ザ・ウォートヘビを HG で立体化、オプション装備のミサイルランチャーとビームキャノンが付属、首は引き出して可動範囲を拡張、腰部のボールジョイントは空間を設けた構造で前後傾の姿勢にも対応、前腕部にビームサーベルのグリップを格納、足前面にはマガジンラックが取り付け可能、特徴的なフォルムを持つ専用武装が付属。ハイグレード、ギランザソル、発売2023年4月8日土曜日、税込み1760円。水星の魔女より、ジェダーク社の実戦用モビルスーツ、ギランザソルを HG で立体化。ビームライフルやビームトーチは、両肩のシールド裏に格納が可能。ギアアーマーの両端が動き、脚部後方への可動域を拡張。トーチのエフェクトパーツは、クリア成形で再現。エフェクトとトーチは取り外し可能。フルメカニクス、ガンダムエアリアル、発売2023年4月、税込み4180円。フルメカニクスは100分の1スケールでハイグレード並みの組みやすさとマスターグレード並みのディティールを実現するブランドです。シェルユニットはメカニカルな造形とメッキパーツで発光を表現。脚部はももが膝の動きに連動。つま先は分割構造により自然な設置を再現。シールドは11のガンビットとして展開して機体各所にも接続可能なほか、プラモデルオリジナルギミックも搭載。別売りの水星の魔女、ウェポンディスプレイベースも使用可能。マスターグレード、ゼータガンダム、バージョン過渡期、発売2023年4月29日土曜日、税込み7150円。モビルスーツ形態では、広範囲の可動域を確保することで、劇中ポーズの再現度が向上。各部ロック機構を設け、ウェーブライダー形態では、固定の航空機モデルのように安定したディスプレイが可能。機体各所にはメタリックなエクストラフィニッシュ加工を採用。過渡期はじめしデザインの水転写式デカールが付属。以上、4月新作ガンプラ4アイテムの発売日のご紹介でした。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。アンネーン。